の？いや違う。始めましたよ。もうのっけからこれだから。ああ壊れてます。壊れたんですか。まずはじゃあこれの自己紹介の方からお願いしたいと思います。はい、エンズの遠藤良一です。どうもよろしくお願いいたします。紹介したことよ、遠藤さん。ごめんなさい。はい。こんばんは。ちょっとなんか私壊れちゃってすいません。ホットウェーブは初登場ですよね。はい。はい、でどうでしょうかね、この辺の印象とかは。のれんが派手だなと。他に言いようないもんね。ごめんなさいね。遠藤さん、はい、まあ元ソフトバレーという、はい、バンドにいまして、ね、3人組のバンドで、これかっこよかって。うん、いい男3人揃ったバンドだったんですけれども、時代を先取りしていたバンドですけどもね。とにかくその3人、解散後に、少し充電期間を得てこのエンズを結成、はい、エンズちょっとついてちょっと聞こうと思うんですけど、エンズはユニットですよね。そうですね、ちょっと自分でもよく分かんないんですけど最近、でもエンズは遠藤さん。そうです。一人ですよね。はい。だけどエンズっていうか最初バンドでやりたいなって思って、でもこう、まあ、解散しちゃったばっかりだったん で、でこう最初からパーマネントな形にしちゃうとどうなるか分かんないじゃないですか、ツアーやったりとかレコーディングやったりとかしていくうちにまた仲悪くなっちゃったりとかするかもしれないし、だからある程度流動的にして集まってきてなんか息があったらパーマネントな形にしようかなと思って、割とじゃあその何充電の間に気の合う仲間を探してたというか、そうですね、声かけたりかけられたりを繰り返して、はい、これでスタジオじゃあ入ったりとかもしたんですか、その間に。うん、しました。人のとこで歌ったりとか、人のとこ、人になんか頼まれて歌ってみたりとかバンドで、いやでもそんなに、まあ結構自分のオリジナルとかあったんで、それをちょっと合わせてみようかとかスタジオ入って、でその音楽なんですけど、エンズのどういった一言でどんな感じ？結構そうですね、世間ではサイケと呼ばれてるみたいなんですけど、生ですよね。生ですね。すごく、イメージですよ。僕勝手に思ってたんですけど、はい、元のやっぱりそういうなんだろう、電気的な、はい、ね、テクノっぽいテクノ的な音のね、組み合わせっていうんですか、ソフトバレーの、そういうのの中から遠藤さんが今回こういう生演奏やってるバンドっていう形ですよね。そうですね、それなんかこだわりあったんですか？まあ、結構解散してそれでいろいろどういうのが自分でやりたいのかなとか思ったりとかして、で、まあ、結構キーボードとか血にいっぱいあったりとかするんですけど、それで打ち込みでやってたりとかするとなんかこう煮詰まっちゃって、煮詰まりますよね、機械相手でずっとやってると、だからこれひょっとするとだから、まあ、4ピースだったら4ピースとかのこう、まあ、バンドで、でなんかこうあんまり自由の効かない環境でやった方が、なんか自分のやりたいことができるのかなとか思って、ぶっ飛んだことできるかなと思って、で、まあ、生の方が面白いんだろうと思っちゃって、ぶっ飛んだ深いんだなと思って、そうそう、今まではでもその、例えば打ち込みでね、それでぶっ飛んでいたわけでしょ。そう、俺らから見るとぶっ飛んでたと思うんですけどね、あれは相当に。それであえてそれでもっとぶっ飛びたいなと思って生に行ってみて、やっぱりもっとぶっ飛べるもんなんですか？ましたました、はい、やっぱりそのなんつうんでしょうね、空気っていうのかな、なんか僕らはそういうふうに思うんだけど、音を例えば録音したとしてもなんか空気みたいなものが入るじゃないですか、打ち込みじゃなくて生で撮ると、はいはい、そういうところが要因なのかなと思うんですけどね。結構、まあ、今度発売されるそのシャララの、カップリングの曲とか、一発撮りでこう一線線みんなで撮ってみようとかって言って撮ったんですけど、自由な心、自由な心、でそれ全然聞いてて飽きなくて、やっぱりなんかこう一斉のせいでやったりとかするとその時のなんかそれぞれのそこしか出ない音ってありますよね、とかこうその時の感情だったりとかテンションだったりとかっていうのを焼き付けられるんだなと思って、聞いてて飽きないっていう
うん、あ、もうちょっといろいろとお話を聞いてると、皆さんシングルをぜひ聞きたいというふうに、ね、思ってらっしゃると思いますのでね、17日に、ね、はい、ニューシングルシャララ、はい、こちらが出た、はい、これはあの今月7月にリリースされたミニアルバムスペーシー、今年ですね今年7月にリリースされたミニアルバムスペーシーからのシングルカットですね。で、曲紹介をお願いいたします。はい、じゃあエンズでシャララです。
のどぼくたけとか大きな人なんだなと思って見ちゃった。どこを見てるか分かんないけど面白いカットをしてあの歌ってる時はどんなこと考えて歌ってるんですか。いや特に何も考えてないですね。あ、うん、じゃあやっぱりその詩の世界とかその辺のことをこう情景が思い浮かんで、家にあるマリモのこととか。マリモ。マリモいくつ？マリモいくつって？一つ。二つ。二つ。え、育ってる？死んじゃったんですけど。なんで死んじゃったのかなとか。うん。あの二人出てくる男、あの女の子だと最初思ったんですけど、一人は男の子なんですってね。はい。うん。あの髪の毛が長いけど男の。あれは自分だと思ってるんですか？あんま確認してなかったけど多分違うんじゃないですかね。というか最初あの曲聴いて、まあ、あのシングルスカットすることになって、うん、でちょビデオクリップちょっとアイデア考えなさいと言われてでなんかこう子供たちが出てきちゃって、うん、自然と頭の中に。じゃあこの曲を聴くと子供たちがなんか出てくるみたいな。そうですね。曲自体が低いとこからこう音がスーッと入ってきてガーッとこう弾き抜けていくよ。ロマンチストですよね。ああ、でも結構現実主義ですね。そうですか。なんかどうなんだろう、こだわってそうな感じがするんですよね。なんか何でもいいんですよ、何かにこだわりを持ってるような気がするんですよ。はいはい。何かありますか。絶対にあのお風呂のお湯はクリーミーじゃなきゃ嫌だとかそんなこと。全然そういうのはないんですけどね、うん、なんか、まあ、あまり無趣味なんで、うん、じゃあ強いてる外で寝たりとかすることぐらいで。外で寝るってどんなところで寝るんですか。あの家の近所の原っぱとか。え、寝ちゃう。あの夜も夜も。冬はダメですけど死んじゃうけどあの夜そのままゴロンと寝ておやすみなさいって言って寝ちゃうんですか。それあの寒くて目が覚めるあの別に酔っ払ってとかじゃなくて、うん、ゴロンって寝ちゃう、うん、変なとこここで寝たっていうとこってなんかあるここで寝たっすよっていう。最近はないんですけど、うん、割と家の近所だから、うん、でも昔とかは新宿のあのこう夜になると地下鉄の階段降りていくところとか、はい、いろんな人いますね。とか、いろんな方々がいますよね。そういういろんな方々がいる群れの中にいたわけですか。ちょっと外れたとか。怖い。どうして外に。いや行くところがなかったな。え、お家がないんですか今。今ありますけど。はい、今はね、なんかあの。曲作ろうとしたりとか詩作ろうとするとあんまり家の中にいるとあんま煮詰まっちゃって煮詰まりやすいですね。そうです。外ブラブラしてる方があの自然とやる程度ができたりするとだからそうやって煮詰まりやすいから逆にぶっ飛びたいっていう感覚が強いかもしれないですね、バンドの中でも。基本的に極限状態が好きなんでギリギリまで引っ張ってビヨーンっていくような。じゃあライブ前のテンションなんて偉いものでしょうね。そうですね。結構ライブに上がっちゃうとか別人になっちゃう。ライブの自分と素の自分とどこが一番違いますか。どうだろう。なんか結構、まあ、非日常的な空間だとは思うんですよね、動画描いたってライブとかって、うん、で普通の生活しててもなんか面白い刺激物ないかなとかって思って歩いたりとかしてるんですけど、やっぱりライブのあの空間とかこう目の前にあるたくさんの人たちだったりとかっていうのがなんかこうまるでなんか生き物みたいで、そういうとこう対峙するっていうか、そういうのって多分普通の生活だとあんまりめんどくさくて避けたがっちゃうっていうこともあるんだけど、それなんかえいっていう感じが多分違うところです。自分の中で違うパワーが出てきたりとかね、なんか俺すげえな俺っていうようなパワーが出たりとかね、そういうライブなんですか。ビデオですね、はい、ファーストビデオ、うん、ビデオスペイシーが発売されております、うん、これがライブビデオ、はい、前回のツアーなんですか。そうです
そうです、今年の渋谷公会堂とリキッドルームで行われた曲です、が入っています。ライブのそのぶっ飛んだ感じ、うん、ぜひチェックしてみてください。さてさて今後ですけど、うん、今後といってもまあ今年はもうすぐ終わります。来年もあると思いますので、どんな風にしていきましょう。ね、なんかまあやりたいことやるだけなんですけど、うん、ちょっとでかいことはいいことだっていうのを念頭に置いてでかいことやろうかなと思ってますか。そのでかいことって何ですか。まあ売れるとか、あ、うん、なんかこうやっぱたくさんの人に聞いてほしいと思うし、こういうところにもたくさん出たいなと思うし、うん、メディアには割とじゃあ出ていくという、はい、うん、雑誌もテレビもラジオも含めてメディアに出ていってライブ的にも、まあ、じゃあ精力的に行っていきますか。そうですね、うん、じゃあ来年に向けてのファンの皆さんに、うん、メッセージを。はい、まあ、お互い好きなことやって爆発しましょう最後に一つ頼んじゃっていいですか、はい、ちらっとサングラス取ってもらえますか。ダメでしゅわかりました。どうもありがとうございました。エンズの遠藤さんでした。どうもありがとうございました。